皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今メユールソバルの結構休憩中です。そうでしょうね、稽古中には関係ないからね。まあ中之島のね、春の文化祭2023も無事終わりまして、はいはいはい、どうでした？いや、もうマンモさんがね、なんすか、セリフ飛ばしてましたよね。いや、飛ばしてないよ、飛ばしてない。3ページぐらい、あー、3ページ大変や。いや、お前銃落としたやんけ、客席に。夢の話。願望の話。いや、ほんま、願望は、お前は落とした水を捨てろ。違う違う違う、落としてほしかった。これほんまに終わった後に撮ってますからね。これ文化祭終わった後に撮ってますから。落としめんのやめてください。いや、もうちゃんと入れといてください、テロップ。5月2日撮影。文化祭前。夢や。やっぱり夢やった。じゃあ終わってますから。で、終わって、まあ今。いっぱいみんなさ、無駄話しようよ。違う、ほんま。いっぱい無駄話しよう。編集点が大変なんだって。編集点作らない会話をしようよ。ひたすらもう、切れへんように。切れないように。もう難しい。本編とか入れない。会話切れたまで。だからね、切れないよ。パンでした。呼んで、パン。もう無理無理無理って。あ、シアタゲーム。違う。編集でよく話してる。編集でいっぱい。やりづらい、やりづらい、やりづらい。で、まあ、今日ちょっと、まあ、ゲームとかじゃないんですけど。わあ、もう編集しづらい。編集しづらい。編集でたくさん。ありすぎるのもよくない。あ、そうね。よくないんで、K について深掘りしようかなと思って。深掘り。いや、ですね。僕たちは邪魔ですかね。いや、もう帰らんとて。みんな俺。2人で喋るか。そう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 。いや、だからさ。なんかもう近づいてくるのに。いや、もうちょっといいですか。離れんなや。早くこっち来て。もう早く。横で？どうせ近年から、こんなとこ。どうせ近年から映ってるよ。いや、まあみんなも来てよ。ちょっといろいろ話したいこともあるからさ。なんで嫌そうやねん、チェケロ。お弁当は後で。ここに食べていいよ、ここで。ここでは食べない。ここではやめて。席変わったけど大丈夫。まあいいよ。あんまり意味なく、意味なく。編集で変なことだよ。急に変わってる。今日はちょっと、一応歴代もう最多になるのかな、K は。そう。企画円ランキングで言うと。かな。そうなんですか。それぐらい、いや、ちょっと正確には、あの、今パッと出ないですけど、うん、まだちょっと何人かずっとしたら分かんないですね。でもまあ、割と上位、ね、上位に食い込んでるよね。うん、可能性はありますよ。トップ3には入るよね。あ、トップ3には入ると思う。大石英二が結構、どこに来るかによって。大石英二と、琴さん。琴、伊勢村。この3トップはね、やっぱ支えてもらいましたね。結構出てますからね。うん、支えてもらいました。で、まあ、近年で言うと、多分一番出てると思うんですよ。まあまあまあ、もうここ5年、まあ、とか含めると、まあ、まあまあね、まあね、うんうん、それこそね、ジェシカと素敵な男なんですとか、うん、スティングオペレーションとか、スティングオペレーションはみんな出てますから。あ、そうか。あの藤原の日の本とで、今回メインウルソーラーでもしかしたらロブカルトン初めて見るっていう人もいるかもしれないんじゃないですか。はいはい。で、我々のことは知ってても K、高坂克幸のことを知らない人もいるかもしれないんで、うん、なるほどなるほど。K っていう人がどういう人なのかっていうのをちょっと一回聞いて、まあ、説明というか見てる人に改めて紹介しようじゃないかと思いまして。え、何歳？あ、まあ、そういうことですよ。なぜちょっと言いたくないですか。聞いたらあかんこともあるんですね。あ、これ僕ら途中で別にいなくなったりします。途中退席か。あ、退席か。え、でもお前だけはあかんで。え、お前だって全員退席か。全員いけるいける。全員いて全員。僕離れてでも答えますよ。いや、違う。動画の意味が雑巾やで、ね、だから嫌なことするんやったら雑巾やで、ね、力で抑えようとしてる。それ雑巾やねって言ったら、うん、雑巾の説明をしないといけないから、ここにワイプ入れないといけませんよ。あー、お前ね、うん、ワイプの入れ方なんてまだ分からないけど。いや、でもやったら雑巾やられんのか。雑巾やられんの。雑巾ね、あの雑巾を。あの雑巾やられてて、しんどいからな。もう嫌やな、あの雑巾は。詳しくは1回目の概要欄に貼っとくで、1回目のサボらないです。サボ、やっぱ1回ごとにスキル上げていかないと。なるほどね。前回音楽ついてましたから。そう。まず編集点の難しさを知る。知る。音楽をつける。まあ、字幕つけて音楽をつけた。次、ワイプです。ワイプってすごいね。そう。どうやって入れるのあれ。それは頑張って。うわ。勉強です。K が、こう、俺らと初めて出会った時の印象というか。うんうん。それどうやったかなっていう。
あでもそれぞれと出会ったタイミングはまた別で、一番最初は僕でしょうね、うん、多分僕さんですね、うん、でその後、うん、まあだからその、まあ、全員と出会った時というか全員とは、まあ、初めてうちに出た時、ああ、うん、はいはいはい、じゃあそう聞いたらいいじゃん。すいません。ね、うん、初めて客演としてうちに出た時、はい、まあ、どういう印象を持ったかなっていうので、初めて出たのはスティングオペレーション。初演のスティングオペレーションね。うんうん、2014年。ああ、ね、チラシとか出た方が分かりやすいですよね。そうですね。確かにね。うん、2回やってるからどっちか。あ、そうだね。スティングオペレーションセットでチラシとか買った方が分かりやすいんですよ、うんうん。昔のチラシをね、うん、出してもらって。うん、公演の写真とかも、ね、ああ、あった方が、あった方がね、イメージはしやすい。なんなら動画ね、ちょっとこう、うんうんうん、ああ、ちょっと動きがあってもいいかもしれない。こういうのやってましたよ。それは無理やわ。まだ差し込み方とかも知らんし。今、まだね。そうそう、うん、おい、印象やったか。僕に言われても。いや、そうだから、初めてロブカルトに出た時、ま、た僕が、そうそうそう。僕の印象、そうそう、K が俺らのことをどう思ったか。ああ、そうそうそう。初めてって。すごい率直に言っていいですか？いいよ。稽古せえへんねんなと思いました。その時。おい。え、バレるやんけ。いや、稽古してないんか。あ、うん、だって、8年前でしょ？ 10 年前でしょ？約もう約10年前。3年か。あれじゃあ2014年か。2014年です。あ、9年前ですよ、うん。9年前は稽古してなかったかもしれない。してなかったですね。いや、なんか、うん、稽古を逆算してさ。うん。まあ、してないよね、多分。逆算してても何も。でも本当に、してない、まあ、我らなりにはしてた気はするんですけど、うん、我々なりにはね、そうです、いや、いや、そうです、そういう認識の違いはあると思う。僕はやってるところと比べると、うん、稽古と呼ばれる時間はこんな感じには使わないっていうのは最初は驚きそれは間違いなくそうです。ありました。全員に言われます。やっぱずっとその遊んでる時間が最初はあったから、うんうん、割とみんなで喋って、ね、これはすごい稽古場やなと思ったんですよ。遊んでるとか言うの？え？喋ってたよな。だから喋ってましたね。みんなで喋って。雑談しててね。うん、すげえなぁと思いました。どこまでやったら稽古してる人たちになれるのかな。むずいよね。あ、見せてほしい。稽古してるっていうところ、うん。どこまでやったら稽古なのか見せてほしい。じゃあ、そんなん言うやったら。そこはね、回数なのか、その密度なのか、また違うじゃない。その音の現場によっても。とはもちろん全然違いますね。その最初出た時は俺らは回数が少ないと思った。もう密度やな。密度でしょ。回数はまあまああったと思う。まあ、日は全然やってましたね。20回以上ありましたよ。うん、ちゃんとね。で、2ヶ月ぐらい、まあまあ、ちょっと間はきつつ、ちょっと長めに。長めの期間でやってた。ではやってた気はします。週3で遊んでた。え？週3で集まって遊んでた。小学生じゃん。よう公演できたな。なんでそのスティングオペレーション出てもらおうと思った最初。2万円もらったのかな。ああ。ええから。そうね。出ましたね。スッと出しましたよね。あ、そう。袖の下みたいなのがあった。出してくれって。これ見た人、お前2枚渡したら出れると思うで。今は無理。今は無理。今は無理。9年前は。今は15。今は2万5000です。あ、ちょっと違う。大して値上げしてないやん。かすかに。かすかに。9年前。9年分5000円上がる。プレフィー。5000円だけ全然分かってない。プレフィーを。大して値上げしてないやん。かすかに。かすかに。9年分5000円上がる。まあ、なんで出てもらったみたいな明確なきっかけは別に覚えてないですけど、なんかそれまでにね、なんとなく知ってて、っていうのがあって、なんか出てもらいたいと思ってはいたんでしょうね。だからなんか明確なきっかけがあったわけじゃないんじゃないかな。なるほど。あ、でもよく僕が覚えてるのは、その2014年に行われたハイタン、ヨーロッパ企画。はいはいはい。あの企画の時に、打ち上げかなんか途中の飲み会かなんかで、ボブさんとすごい喋った覚えがある。なんか映画の話とか。そう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 。なんかそんなことでずっとこう、なるほどね、あれしてて、最初にだから僕がしっかり K を覚えてるのは2012年の、まあ、ハイタウンなんですよ結局ね。あの初めて会ったのはヨーロッパ企画の2011年から12年のカウントダウン。あ、そうか、僕らもそう初めて見たのはそのカウントダウン。そう、僕はね、ちょっと裏方さんで入ってたんですけど、その時はその時にまあお肉どそれてみたいな、でまあお肉として認識してたんですよ、うん、あ、なるほどね。で2012年のその
翌の春か、配談の時に、そこも多分なんかの本当飲み会だったと思います。そうですね、うん、そこで覚えてるのは、あの席が目の前、対面なって、ちょっと喋ってたのかな、うん、そこが一応グッと印象が一番記憶に残ってる。それがなかったらもう言うたらそこからもう10年ぐらいね。10年以上か。10年以上よ。長いな、そう思うと。クソみたいな付き合いですね。10年以上。ほんと長いね。あっという間でしたね。うん、でそこからまあ一回ね、スティング、あのスティングオペレーション出てもらってから割と定期的にずっと、ほぼほぼ出てもらってありがたい話です。K がさ、このまあ数多く出てるじゃない、はい、うちの作品に対して。はい、ありがとうありがとうありがとう、まあ、ちょっと意味は違うけど、ありがとう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 、僕もやってるありがとう。でその数多く出てる中で、うん、なんか K がさ、その数多くうちに出てる中で、なんやねんこれ、いいですね、いいですね、ちゃんとやってくれた中で、その一番印象に残ってる作品じゃん、いっぱい出てるやん K。 いや一番印象に残ってる作品、いやまあ3つぐらい挙げてくれてもいいよ。いやでも、うん、やっぱ最初に出たのが一番印象深いんですよ、やっぱ。あ、そうなんや、スティングオペレーションね、と思いますね。しかも2回やってるしね、スティングオペレーション。あ、そうそうそう、再演もやってるしね、だからあれは本当嬉しかったですね、2019年でやれたら。スコットが、うん、スコット2019年良かったですね、あれ良かった、やって良かったですね、うんうん、なんか、うん、2019年ね、あれはやっぱで、僕はやっぱ海外の映画が好きやから、うん、あれはその海外映画テイストが、そう、ね、多分かなり強いって出てるやつで、うん、その感じもすごい好きなんですよ。逆にさ、はい、一番こう心残りっていうか、心残り、あーみたいな、あーみたいなあーっていうのは別にどういう感情かはもう OK の、僕嬉しいでもいいと思う。じゃあ、まあ悔しかった、経的に、あー、はいはい、ちょっとこれ悔しかったなっていう悔いがちょっと残った、後悔がある、うんうん、まあ、ないかもしれんけど、あえて言うならもっとこうできたなと思ってことね。そう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 、藤原の日の本は、おお、最後割と直近やね、そんなに京都劇場、やっぱまあまあちょっと初めて僕は京都劇場だったのもあるし、はいはいはい、空間にちょっとなかなか圧倒されたところもあったり、どうこういう空間で戦うかっていうか立つかみたいなとことか、やっぱすごく不慣れで、うん、そういうのもあるし、うん、あれでも我々もやっぱりずっと不慣れは不慣れですよ、ね、僕らその1年前にシガールームっていうのをやりましたけど、まあ、そこのフィードバックを踏まえて2年目やらせていただきましたけど、まあ、多少我々なりには改善してるでしょうけど、やっぱりね、普段の劇場と勝手が違う分、なんかいろんな戦い方があるなっていう勉強に、ね、なりますね、あれはね。チェケラーもいっぱい出てたしね、源はね。そうですね、僕も大失敗した大失敗なんかしてないですよ。大失敗というか記録には残ってないです。映像には残ってないけどね。残ってます。あ、残ってるんですか。残ってます。あ、そうなんです。空間に圧倒されていや、違うじゃない棒が弱すぎて折れただけでしょ。マリのね、操ってた黒子の棒がバキッて折れて、いつ折れるんだと思って俺は見てましたよ、もうリハの段階からしだしたしだした、やりすぎたんだテンション上がったんかな、本番の練習をね、ずっとしてたからもうずっとこう、負荷がずっとかかってたよね、そうそう、やっぱりね、あ、やっぱキーですから、うん、まあ、しかも、ね、キーがかか、僕の登場で登場してる、蹴るタイミングで蹴って、蹴った時に折れて、もう僕のとこに帰ってくる、いや、K にパスしないといけないマリが折れた、うん、あそこが一番マリが盛大にこう動く、自分がこう行こうとしたらわーって蹴ったやつがこう行けつってんのに一回こう行ける釣り人のシナリオ使って倒じゃないんだよ、より遠くにこの瞬間、ボワキッて折れてなくなったもんね。バーンって折れて、あれはすごかったなぁ。だから俺こう蹴ったのにボールがこっちに行ったから、ボール周りがこうなったんですよ。だからあの後もね、あのずっと出続けるから周りは。そうなんよ、もう後ろですぐ修理、次大丈夫かなと思ったけど、すぐ修理されてきたよね、舞台監督が。袖がもうすごい、折れた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 、僕らのこの後ろの方でなんか音の音聞こえるから俺らも焦ったよね、あれも。それ焦るでしょ、舞台上で折れるはずのないものが折れる。
僕は初めて見たんですよ。笑ってみんな映像見返したらみんな後ろ向いてこうなって。いや、大地、大地なんか一緒、あっいや、だから、僕が笑ってたから。あーって言った流れで、僕が笑ってましたから。って折れて、そう。こいつがなんか、あーって言うのかよ。それでもうさ、面白くなっても何これってなって。あれはやばかった、ね。前見せられなかったもん。後ろ向いちゃったもん。体感で言ったらめちゃくちゃ長かった。長かった。映像で見返したの。一瞬、ね、めちゃめちゃ早かった。行かばりはきみやったあれは。一回落ちたマリが、もう一回跳ねるっていう。物理を無視してる。それ言ったら K は一回ビルから落ちてますから。あ、ほんまや。あ、そうやね。ウィルソンファミリー。ウィルソンファミリー。ウィルソンファミリーな、すごい好きな公演ですけど。あれね、あれもなんか面白かったですね。2016年の12月から。あ、素晴らしい。覚えてるわ。公演結構覚えてるんですよ。よく記憶で。困るわ。誰も覚えてないでしょ、うちの人は。本当ですか。誰も覚えてない。初めてモヒカンしたなっていう、これ。誰も覚えてない。ラボは？え？ラボ。2018。2017年の6月正解。僕出てないですよ、ちなみに。すげえな、すげえな、お前。ちなみに出てないですよ、正解です。僕は出てましたよ。知ってます。じゃあなんで、え、じゃあこいつにも出してよ、問題。じゃあ握手は、握手で、握手問題、うん、問題出しますか、うん、じゃあ何でいいかな。じゃあ、クリエイティブディレクター。お、2016年の、10月。さすがに2015年の11月。分からんかった。知らんな。そうか、2015年って。そう。なんで殴られたの？校長ボール。校長2014の9月。2個あったけど、どっちも間違ってどっちもあっちゃいない。初演も再演もですか。初演は2012年の3月でしょ。で、再演は、再演というかリメイクしたのは2016年の6月です。誰も覚えてないじゃないの。こんなとこ覚えとかなあかんのか。あんまそれは覚えてなかったかな。逆にお肉の公演は覚えてるの。それも覚えてるような気しますけどね。外部の方が覚えてるみたいな。まあでも外部の方が覚えてるかもな。インコピレーション2014年の9月でしょ、はい。で、その次がエルダーステイツマンズガーデンは2015年の4月。おで、その次が、だからそこから僕多分しばらく出てない。で、ウィルソン・ハミーがね。で、デビルソン・ハミーが2016年の10月で、で、その次の年も出てなくて、で、年明けて2018年の2018年の1月がまだ見た。あですよね。え、まだまだね、2018年の2月。あ、2月か、惜しかった。どんないどんない。ほぼ合ってる、もう無理や。あー、無理したし、俺らなんか今合ってない。今言ったら誰も分かってない。どんないどんない。もう出る資格ないわ。大丈夫大丈夫、どんないどんない。そんなこと言ったら僕一人だけの声になりますよ。俺ら一人しかない。ボブさんはさすがに書いてるから。僕はね、しかもそれは覚えてない。それぐらいね、僕らに。いや、そう、まあそう。縁もゆかりも、もう、もう。で、ウィルソンファミリーで落ちたって話ね。そうね、ポンってね、ヘッドのね。あの、僕が、ちょっとこう、なんですか、そこが飛び降りるぞ、みたいな。そうね、ビルのね、上、屋上があったり、こっちの縁に立って、で、みんなが、やっぱ、あーってますね、ってな。で、まあちょっと、風が吹いて、ちょっと入れるから、それでこう、落ちて、ヘリに捕まるという芝居をするんですよね。このヘリがその舞台の面なんですね、一番前でね。だから、要は舞台から降りることになる。降りるんです。降りてこう、ここ舞台上って、こっちはお客さんの客席があってっていう構造だったんですけど、じゃあ降りて、ぐわっていって、ここ掴んだら、それがバーンって落ちて、今落ちた、落ちた、マジで落ちた。マジで落ちた。まあ、その低いから、まあ、そんな別に足ついてるから、その、これが単純にこうなって、絵的にビルから一回身が離れた。消えたってことですか、ね、消えた。消えた。そしたらなんかこう、こんななってこうなって。えいっつって。ちゃんとこのビルも戻して。戻して、戻して。僕も戻して。あの時はあなたが一番笑ってた。笑ってた。めちゃくちゃ笑ってた。よくない。めっちゃ笑ってた。あなたが一番笑ってた。俺が笑ってた。そういう時笑うの一番。だって、あのセリフ。ちょっと、前も。
負けるわ。え、そのセリフだって、万福さんセリフやったじゃん。そうそうそう、あれ言えてなかった。笑って言ってたもん。笑いながら言ってた。あ、爆笑しないと。ここぞとばかりに言ってくる。っていうしセリフじゃないですよ。まあ、まあ、確かにね。いや、いいシーンやったのよ、ね。あれね。よくないよね。ちょっとちゃくちゃ腹立つな、あいつ。あんだけ中之島で噛み倒しといて。5月使ってちゃんと言うてる。でも、やってもないのに。まだ願望やな。噛み倒せ、お前は。今日5月11日やってもないのにさ。困るな。噛まないといいね、本番をね。銃も落とさないといいし。なんかやめてほしいな、そういうの。年でもやる感じか。いや、もういじめやん、こんなん。よし、終わろうかな。いやいや、まだまだこれで終わり？え？あれ？そうなんだ。まだ今日何個か持ってた。